はい、じゃあ2個目やります。いいですか？じゃあ2個目なんですけど、2個目は本当変わったトランプでやります。どうなるかというと、はい。そう、任天堂なんだけど。ないない、ないんじゃなくて、これ見えないトランプ。こう。痛いの？痛い？感触はあるの？どう思う？なさそうだよね。はい、じゃあ、見えてきて適当でいいの？うん、はい、今ちょっと角落ちた、うん、はい、ありがとう。はい、じゃあまとめました。じゃこれで、はい、この中から引いてください。これ、うん、いや、見せちゃダメ。見せちゃダメ。見せちゃ覚えた？うん、なんかの角マークと数字覚えた？適当でいいの？思い浮かんだ。いや、覚え、いや、っていうか、見えないけどカードあるもん。覚えた？分からないもの、見えなくて、うん、見えなくて分かんないけど、じゃあ想像ではできるでしょ。うん、いいよ。じゃあ何か想像して。もう簡単なのにした。 OK、 いい。そんなヒントいらないけど、もしかしたら複雑かもしれないけど、はい、じゃあどうぞ好きなとこ戻してください。どう戻した？はい、切ります。はい、また切るの私が。どうぞ切ってください。はい、ありがとう。はい、じゃあこのカードを見えるか切ったところで準備できます。はい、さて、じゃあここで聞きたいんですけど、うん、今みやびが思い浮かべたカードは何？スペードの1。スペードの 1? うん、スペードの1か。さっきあったじゃない？このカードが。おお、カードが中に入っている。ね。で？何？さっきみやびが言ってたのは？スペードの1。スペードの 1？ スペードの1か。スペードの1か。スペードの1ね。スペードの1。あ、寝ていいの？どうぞ。あ、本当だ。なってる。すごい。なんで？はい、ありがとうございました。なんか今裏から見えたぞ。うん、以上。今裏から見えたの。以上。はい。手品な。はい。あ、そうだ。手品な。とりあえず、みやび、一番どこでびっくりした？2番目。2番目の？うん。